ばんは、速稼塾の久保です。もう真っ暗で何がなんだか分かんないような状態だと思うんですけども、一応深夜のね、街の雰囲気をこの車内からなんですけどもお届けしたいと思います。今閉店間際の、まあ、いわゆる普通のスーパーにお土産買いに皆さん行ってらっしゃるところと、あとここにね何人か涼みながらお話してますよね。これが、まあ、今回のツアーのメンバーでございます。まあ、私はもう買うもんもないしね、もうそろそろ帰って寝たいなというところなんで、これ車内でいるんですけども、今日のスケジュールの中でそのインドダックスとね OCBC 銀行しっかりと作らせてもらったところもありますし、まあ、私の場合はちょっと預金の振り分けとかね、あと増額みたいなことをして、まあ、ますます儲かるんじゃないかなみたいな期待を膨らましてやってきたわけですよね。やっぱりなんかね、レジャーもレジャーで楽しませていただいてるんですけども、これね旅費結構かかるんですよ、経費がね。だからその経費の分くらいは儲けさせていただかないと、単なる消費だったり浪費になっちゃうんで、まあ動く以上はねプラスでいたいなというのが正直なところでございます。まあプラスになるのはちょっと先ということもありますけども、今回インドネシアに来てねいろいろと気づくことがあったので、また後々レポートしてみたいと思うんですよね。まあでもね、やっぱり一番の気づきといいますかね、発見っていうのは、高度経済成長期を終えて本当にね、先進国と言われる国の商店街は静かなんですよ。ものすごくおとなしい。でもこのね、これからもう盛り上がっていく、まあ発展途上国とは言わないですよね、でも先進国でもない、その中間ぐらいの一番ねポテンシャルが爆発しているところ、この街のね活気というのはすごいですよ。確かに皆さん愛想が悪いところあります。それはね、まだサービスのレベルは我々日本が目にしているものとは、日本人が目にしているものとは違いますけども、でもね、あこの人を買うんじゃないかなっていうふうに思っていただいたら、むちゃくちゃ丁寧ですからね。でそんな丁寧でやるんで、まあ私もちょっとねチップとか出しちゃうじゃないですか。うん、それが1000円とかね500円とかああいうレベルなんですけども、だいたいここら辺では1食が50円なんで、500円ね、皆さん500円ってまあワンコインって感じでしょ。ワンコインじゃないんですよ、我々の暮らしの中では食費の10回分に相当するんで、本当にねなんかこうすごい落差格差があるのかなと。変な格差じゃないですよ、我々がたった500円と思ってるものがなんとありがたい500円みたいに、ね、変化するんですよね。これがだから価格差とか金利差の一端なんですよ。で我々は日本国内でしっかりと商品作って高いサービスレベルで販売しても、なかなかブラックロードから抜け出せないじゃないですか。これはね、高度経済成長がもう頭打ちになったら、いろんなものがもう行き渡って売れなくなるんですよ。サービスレベルもみんな似たり寄ったりなんで売れなくなるんですよ。だから苦しいんですよね。でもまだ物が足りないとかね、まだサービスが行き届いてない、こういう風な街では多分日本人の我々ね、皆さんが頑張ってらっしゃるものをそのまま持ってくるだけでものすごく楽に展開できるんではないかなということでございます。これが今回のね大きな発見だったかなと思いますね。まあ、今回の大きな発見とも前回も同じこと言ってるんですよ。前回も日本に帰ってからもう散々パラこの半年言ってましたよね。価格差と金利差を使いましょうっていう風に。じゃあ今日の動画のまとめなんですけども、日本国内で1億円使って年間で 5% の利益を残すことは果たして簡単でしょうか、難しいでしょうか。正解は難しいです。5% の利益どころか赤字が大半です。でもこちらに来てね、銀行金利例えば 5% とか 6% とか 7% とかメインするじゃないですか。労働なしで、従業員なしで、事業なしで1億円で500万残るんですよ。もちろん100万円だったら5万円ですよね。でそういった価格差と金利差のパワーを利用していけば、時間とお金っていうのが一挙に、手に入るんではなかろうかと思います。うん、まあそうするとね、労働がすごく価値の低いものに思いますけども、違うんですよ、労働はちゃんと尊いものなんですよ。それは労働が尊いものであることを認識しながらも、カートアップではね、楽にお金を稼ぐ方法が別にあってもいいかなと思うんですよ。で楽にお金が稼げるようになったら、それは尊い労働をもうただ同然でやらせていただくっていう形でね、町内外活動を帰ったら一生懸命やって夏祭り成功させますんで、皆さん私の町内の皆さんね、ちょっとただ遊びに行ってるだけじゃないですかね、やっぱりありがたさとかって感じながらきちんとお土産、心のお土産を持って帰りますんで、夏祭り成功させるぞということで今日の放送を終わらせていただきます。失礼します。